でもまあ内村テラスそうなんですよ、ね、内村テラスに出れましてね。何ちゅうしてんの。いやもういろんなスタッフさんも見てますよそれ。本当に見て皆さんが見てくれてね。結果でもあれ見てくださったんですかね。本当にいややっぱいろんなこと見てくれてますよ。あ本当ですか。はい、感想言われますもん。じゃあお客さんがゼロ票だってのは。いやもう周知の事実です。あ本当ですか、はい、まあ、今ねその、うん、内村テラス2というふうになりまして、はいはい、番組もちょっと変わりましたよね。そうですね。そう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 、あの、うん、ワラスタグラム選手権っていう。そうなんですよね。ちょっと変わったんですよね。変わりましたね。はい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 、コーナーみたいなのがね。そう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 、で芸人、まあ、4組で、ロケ行ったり、うん、写真撮ってきたり動画撮ってきたりして、うん、その動画をスタジオで見て、うん、スタジオのお客さんにジャッジをしていただくと。そうですね、はい、20人でしたっけお客さん。20人かな。そうかな、そうですよね。20分の30人ですね。まあ、今結果言った通りですけど、はいはいはい、あのゼロ票だったんですけど、うんうん、本当にスタジオは騒然としましたよ。いやでも、はい、受けてたよね。まあまあ受けてたと思いますよね。反応も結構あったし、はい、その芸人サイドも結構、うん、あの笑ってくれてたんですよ僕は。はいはいはい、笑スタグラムに、うん、でいざ一番最初のね途中経過というか途中発表みたいなね。そうそうそう、前半後半でみんなやるんですよ。まず前半 V 見てもらってここまでの評価お願いします。そうそうそう、はい、そしたらまさかのお客さんがこうハートマークを上げないといけないんですけど、はいはい、みんな固くなに上げないんですよ。これは本当にどう俺は未だに分かんないのよ、はい、未だになんでゼロなのか、はいはいはい、全く分からないんです。そうですね、本当に。だからもう終わった直後に俺も本当になんでだ俺頑張ってやったつもりだけどなーって言ったら相方が、だからそう、うん、そう相方はね、うん、いや違うよと、うん、これはスタッフさんが言ってる明らかに、うん、明らかに面白くするために、うん、そうね、スタッフさんがもうちょっとボーフレンドにはあげないでください、うんうんね、だからこれはチャンスだと、うん、あんな不自然なことはないと、うん、そう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 、絶対上げるとしたら3票か4票も絶対上がると。そう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 、うん、言ったよね。そういうなんか洗礼じゃないけどね、一発ボーイフレンドにやっといて、また次も頑張るよみたいな。そう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 、でまあ帰りスタッフさんがいるところで本当に今日はありがとうございましたって、うん、まあ、一応やるご挨拶して、はい、あの結果はあれですよね、うん、スタッフさんのこう皆さんにああいう風にしたってことですね。面白くするためにちょっと僕らはゼロ票っていうことにしたんですよね、うん、そう。いやあのね、ま、全くしてないんだよ、うん、えだからびっくりしてんだよこっちもってね。サブでは受けてたんだけどな、結構ねスタッフ陣はねすごい受けてたんだねって言って。そう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 、本当ですか、うん、ただしたら結構ショックですよ。だからそうだ、オンエア一応見てみてっつって、もしかしたらオンエアでは帰るかもしれないけど、帰るかもしれない結構上がってる感じするかもしれない。わ、はい、かりました、絶対見ますっつって、うん、やっぱりゼロだったんで。ゼロでしたね、はい、そりゃそうでした。そのゼロのリアクション変えれるわけない、変えれるわけないですから、編集で変えれるわけない、変えれないですよね本当に。俺でもまだ俺本当にあの学校の階段ぐらい本当七不思議の本当に俺の中では永遠の謎よ言ったら。俺も今もまだ今のところやっぱ毎週見てるもん、やっぱりやっぱり本当かなって。ああゼロだな。だから録画してやる結果、録画して録画してやるやつだけれども、当然オンエアも見てますよ。はいはい、はい、2回目3回目の録画見たら、はい、もしかしたら変わってんじゃないかってことね。そう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 、全く変わりないですね。でも全然受けてたし、お客さんもあったかったじゃん、うん、言ったら、はい、でまあ僕たち芸人サイトもすごい好評だったりとか受けてたから。そうですね、俺はもう本当にびっくりしたよね。